はい、今回はですね、はい、神奈川県の横浜市にやってきました。はい、はい、横浜市といえば吉村屋ですよね。夜景ですよ。ということで、うん、早速行ってみたいと思います。それでは行きます。よいしょ。じゃあ三重県総本山ラーメン吉村屋行きましょう。最近さ、うん、野菜畑がないっていうのが考えられなくなる。いつも見るね、両方でも。ちょっと並盛りラーメンの油多めたためのですね。若干19分これが初めての九州名です。綺麗に結構柔らかめなんで最初から攻めます。順々にお勧めいただいてお座りください。
けの上段のカウンターに置いていただけますか。食べ方ばっかになっちゃうからこれうまいな、これ。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いただきました。はい、いや今日はね、18歳のお友達、はい、ね、まあ自分たちの友人がいるんですけども、うん、初めて行きたいということでね、そうそう、一緒に今日は行ったんですけど、うん、いや喜んでたよ、すごい。なんか嬉しくなるね。うん、初めての家系だもんね。つば。ごめん。もっといる？いや、それはいいです。いらない。ニンニクじゃないから。
まあ、ということでね、めちゃめちゃ喜んでたから、うん、味変とかしながら、うん、確実に貢献したなんかできたなと生まれたね、うん、はい、ということでね、うん、今日の、はい、吉村さんなんですけども、今日は、うん、若干豚骨が弱かったような気がするんですよ。そう思いました。思いましたよね。思った。だからちょっと豚骨が弱い分、うん、返しの強さがガツンときたような感じがしましたね、うんうん、普段と違ったね。でもそう思いました、うん、で自分はそこであんまりやったことがない、うん、フライドガーリックを、はいはいはい、まあ、スープに浸しちゃうとねまた味が変わるので、うん、ちょっとあのコリコリ食感を生かして食べるのはどうだろうと思って、はいはい、ニンニクを麺に直漬けは昔やったけど、うん、麺の上にフライドガーリックを直乗せて食べようとしたの、うん、食べようとしたんだけど、うん、箸使いが下手すぎて、うん、うまくいかないから結局は先にフライドガーリックをまんま食べて後から麺で追っかけたけど、うん、結構それが意外に美味しかった。あ、そう。なんかダイレクトに当たり前だけどダイレクトに食うのと食感がねコリコリの後にあの麺のちょっと。いやいや、俺そのコリコリっていうのがよくない。サクサクとかだからね。コリコ。軟骨か。いや軟骨やったりとか刺身かみたいな。じゃあサク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 にしましょう。サクサクでしょ。サクサクね。コリコリじゃん。ごめんごめん。まあまあいいんですけど、なんとなく伝わるからね。あ、よかったよかった。うん。まあそれでちょっと普段とは違う楽しみ方をしてました。はい。うん。で結局最後はまあニンニクね、これはまあ、うん、おろしニンニク。うん。これはもうね、外れがないから、うん、もう絶対シェフあれやるとね、鉄板だからやってしまうんだけど、うん、それに行くまでにちょっと今日はそんな楽しみ方をしていただきました。さすがよね。まあ自分の場合は、今日はまあそうは言いつつ、うん、本当に普通に食べて行きましたけど、うん、最後の方にね、ちょっと動画には映してなかったんですけど、うん、まあ酢を入れたりとか、はいはい、あとこうニンニクをちょっと入れてみたりとかしました。うん、やっぱりあのニンニクを麺の上に乗せて食べるっていうのは、これは本当に鉄板ですね。塩にまみれた麺にこうちょっとニンニクを乗せて食べるっていうだけでもう本当にうまいですよ。あれはもうやった人にしか分かんない凄さがあるから。本当に後に用事がない方はやっていただけたらと。もう用事があってもやる男ですから。いや、すいませんね、いつもやってるんですけど、うん、お近くの方、はい、うん、そうで実はねツアーから帰って自分も家系ラーメン行きたいと思ったの、うん、そしたらまんまとメロンシートから電話かかってきて、うん、まあ、この吉村行かへんって来た時、あ、来たと思ったもん。嬉しかった、うん、行きたいと思ってたの。でもまあ家系といえばやっぱりマコやからね。もちろんありがとう。ああ、まあ本当にまあ結構自分から誘うこと多いんですけどね、実は。多いよ、めちゃめちゃ。ここ行かへんみたいな。特に吉村エリスは大体ね飽きたなって思う。吉村エリスと杉田エリスも高いよね。うん、マコあれやろ、はい、今日横浜で仕事やろって言ったら、あ、来るなと思う。ということで、はい、大変美味しいいっぱいでした。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。